ゴサソはソマリア北部の港湾都市。ソマリア内での事実上の独立地域プントランドにあり、バリ州のアデン湾南岸に位置する。地形的にはワジにあたる。昔はベンダーカシムの名で知られており、現在でも空港の名はベンダーカシム国際空港である。2008年6月の推定人口は25万人であり、内戦前よりも10倍以上に増えている。 難民の出入りが激しいため、推定人口は時期や情報源によって大きく異なる。住民の大多数はソマリ族の大子族、ダロットの子族ハルティである。アラブ人もかなり住んでおり、アラブサーラックスと呼ばれている。プントランドの州とかローウェイや西部のベルベラとは高速道路でつながっている。また、空港があり、ソマリアで最も大きな港もある。ボサソは、 ソマリア南部と比較すれば安定しており、発展も続いている。その資金源は、ハルゲーサやガルカイオと同様に、国外離散ソマリ族からの送金である。ソマリアやエチオピアの難民を航海を経、発展が人を呼び、経済状況だけで言えば、内戦前よりも良くなっている。ボサソは、ソマリア難民が、近隣諸国に移住するために使われる港でもあり、イエメン。 サウジアラビアやペルシア湾岸諸国に向かうことが多い。興奮性の植物の葉のカートの輸出もここから行われている。かつてはイエメンに難民を運んでいたが、イエメン内戦の激化に伴い、逆にイエメン難民が流入するようになっている。紀元1世紀に成立したといわれるエルトゥーラー海案内機には、古代ギリシアの商人がこの地と交易をしており、当時は、 もシロンと呼ばれていたことが記されている。ボサソの名前の由来について、次のような話がある。14世紀、この地は、ソマリア商人にカシムと呼ばれていた。このソマリア商人は、ハルティの一族、カプタンレーに属していたものとみられ、ラクダのことをボサ、または、ボサス、町のことをベンダーと呼んでいた。そのため、この町は長い間ベンダーカシムと呼ばれており、 ボサソとも呼ばれるようになったという。ただし、この説はあくそもそもボサソに最初に住み着いたのは、カプタンレイではないと主張する氏族もいる。近代になると、航海やペルシア湾を航海する船舶の補給基地として使われ、商業港としても発展した。バーレ政権は1980年代中頃、中東との貿易のため、ボサソに2車線の高速道路を設け、 港湾施設を充実させた。ソマリアでは1980年代末に内戦が起こり、国土全体が荒廃した。1996年6月にヨーロッパ連合が6000万ドルの防災相、港近代化計画を立てている。ソマリア北東部では1998年にプントランドが事実上独立し、治安をやや回復した。この頃、 ソマリア各地から集まってくる難民を船でイエメンに運ぶ仕事がボッソの主要産業の一つとなり、サウジアラビアなどに脱出を図るソマリ族から一人30ドルから50ドル取り、街の経済は潤った。プントランド内での勢力争いも時々あり、2000年11月頃には治安が良かったが、2001年8月に戦闘が発生し、 その後しばらくは有力な統治勢力がいなくて治安が悪化した。この頃、ボサソには種族ごとに分かれた5つの難民キャンプがあり、そのうち4割ほどが女性だけの世帯であった。それでも2001年頃からは、ユニセフ主導の水道事業が進むなど、徐々に復興が始まった。プントランドが比較的安定したため、プントランド内の大都市ボサソは、ソマリア東北部の行政及び、 商業の中心都市となった。2006年には、ボサソで難民申請を行うことはできなかったが、それでも、エチオピアからの難民が、ボサソ経由でイエメンへ向かおうとすることが多かった。ただイエメンは、ソマリ人難民をよく受け入れたが、エチオピア難民は強制送還されるなど扱いが悪い。2007年5月、日本国外務省は、ボサソに住む難民を支援するため、 人間の安全保障基金を通じて415万ドルの支援を行うと発表している。2014年よりイエメン内戦が発生、飢餓が発生するまでに居住環境が悪化し、結果イエメンに移住したソマリ人が帰還したり、イエメン人が流入するなど、かつての移動パターンは逆転している。ボサソのほかソマリランドのベルベラやジブチにも続々移民が流入しつつあり、 各国がそれぞれ受け入れ準備を進めている。そんな中でも、イエメンの海岸に飛護申請者が到着するなど、事態は混迷を極めている。乾燥地帯であるが、和時に当たるため、豪雨の被害を受けやすい。2007年11月初旬には1700世帯、約1万人が被害に遭い、国際連合難民高等弁務官事務所の支援を受けている。内戦状態のソマリアにしては、 治安が良いが、決して良好とは言えない。誘拐事件もたびたびである2007年10月18日には、国際連合世界食糧計画の外国人スタッフが12月16日には、フランス人ジャーナリストが12月26日には、国境なき医師団のスタッフ2名が2008年11月28日には、イギリス人記者が武装勢力に誘拐されている。 2008年10月29日には、自動車による自爆攻撃があり、犯人5名を含む19名が死亡している。ボサソの風景、2004年ボサソは、現在も発展を続けている。ソマリア内戦前、ボサソの人口は2万人ほどだった。内戦が始まると、マジーティーンやバルサンガリなどソマリ族ハルティの氏族が、祖先の地であるプントランドに移住してきた。 その結果、ボサソの人口は10倍となり、25万人になった。人口の劇的増加によって、住宅産業も発展した。漁業も主要産業の一つであるが、人口増加の影響はさほど受けていない。ボサソの経済発展の理由の一つが、アデン湾での海賊収入かもしれないとの推測もある。2009年6月16日の日本の参議院、外交防衛委員会でも、 国際連合開発計画のシニアアドバイザーが、ボサソタ5カ所が、ソマリア海賊の拠点だと証言している。ボサソには、講師率含めて30以上の初等学校と、中等学校がある。中には、ボサソ公立中等学校、シェイクハムダン中等学校といった、大きな学校もある。東アフリカ大学のボサソ校もあり、プントランド看護学校もある。 国際連合貿易開発会議や芝、サンシャインといった組織も、中等学校後、サムグレートハウス現代技術校は、ベルベラやラスアノドの行政隊と電話ネットワークを使っての連絡を取り合っている。ボサソには白い砂浜と透明な海水があるビーチがある。都市にはインターネットカフェもある。そして違法であるが、試行品のカートが買える、喫茶店もある。ホテルも多くあり。 中でもジュバホテルが有名である。郊外には山と草原があり、野生動物を観察することもできる。ボサソには SBCTV、ETNTV など独自のテレビ放送局があり、ラジオ放送局もある。ありがとうございます。